今日は初心者の方が簡単に弾ける口上の月をご紹介します。で、口上の月はもう誰しも知ってる名曲ですけども、元は明治に中学校の唱歌の公募があって、そこに武礼太郎が応募して勝ち取ったということなんですね。で、この曲の意義は、それまでの日本音階と違って西洋音階を使った曲を大衆に広めたということで、大変意義があるということでした。で、それを武礼太郎が亡くなって大正になってから、山田耕作が伴奏をつけたり、あと音程をちょっと変えてるんです。で、そこどこかっていうと、はーのえーっていうのが今普通になってますけども、元ははーなーのえーっだったようなんですね。でも、まあこれも何かこう挨拶があっていいですけども、これが山田耕作版でなった理由がありまして、それは今朝ドラのエールで出ている二浦たまきさんのモデルの三浦たまきさんが、海外でこの曲を日本の歌として紹介しようとして時にした時に、武礼太郎版のダーナーの縁だとジプシーの音楽に海外では聞こえるということだったんですね。日本の音楽には聞こえないということで、今の山田耕作版に変えたということなんですね。まあ、そういう日本というものを知ってもらうための努力が、この今の山田耕作版になったようです。で、お三味線では両方お伝えします。口上の月は、よく煮上がりで紹介されてまして、そうすると、というふうに結構動くんですね。ところが本調子でやるとですね、3と2だけの勘どころでいけます。ので、そこを紹介していきますね。本調子に合わせます。で、高さは4本。で、4本で、まあ、こう、取った時に、次に2の糸をこの4の勘どころですね。お三味線の継ぎ目があるところ、これが4です。ここで、そしてこう、合うとこう、共鳴してるの分かりますか？響き合います。そしてこの3の糸は1オクターブですね。1オクターブ上、これが本調子の音でして、そして3と2の勘どころを使うので、そこをちょっと見ていきますが、 1ですね。この一番丸いところの端の1とこの真ん中、ちょうど真ん中です。だから3、ここですね。そして、3と、2は3と1の真ん中、2。この関係ですね。ここをしっかり覚えてください。この2の糸の2からです。次、3。3です、これは。で、さっきここ花の絵のとこなので、武礼太郎版はここ、これもいいですよね。はい、ここ同じです。これ1の糸ですね。はい、次は1の糸の3に来まして、ここでもう一緒に押さえちゃいます。1の糸なんですけど、ここで2で押さえて、ここを3を押さえておく。この3の指を使うときは1の指を押さえるのが大体基本ですね。で、また元に戻りまして、ということで、大変簡単に弾けます。じゃあ次に、バチの方も映るように弾いてみますね。で、バチをね、やっぱりしっかり上げて弾くようにしてみましょう。
次は1の糸ですから、小指しっかり立てて、しっかり弾かないと音が出ません。1の糸を弾く練習にもいいですね、これは。はい、最初と一緒ですね。このように本調子で弾くと、すごい簡単な手でできるし、まあこの 3の指で3をやるやり方ですね。2と3の勘どころの関係がすごくわかるということと、3の指を使うときは2を押さえるということと、やっぱり1の弦を押さえた音っていうのが一番出しにくいですので、しっかり弾く。で、指のこの立てて弾く大切さとか、バチを上げる大切さとかも一緒に勉強していただけたらと思います。一緒に歌えて弾けるという部分でもいいですね。